ミジンコはミジンコなりに考えているのですね。今日はそのことがよくわかりましたわ。でもあなたはただのミジンコではありません。大きな可能性を秘めた特別なミジンコですわ。いつかその可能性が花開くのを楽しみにしています。それまでは精進なさいまし。